え、撮っても大丈夫ですか。すげえ。あれで40元あの大きいの。安いな。ゲームを持ってるな。ハロー YouTube。ブンブン。いきなり YouTube やって何も言わずにさ、びっくりした。えっと思った。恥ずかしい。中を覗かないといけない。もう撮ってる撮ってる。ここで撮る。あ、もう撮ってる。オッケー。じゃあいただきます。はい、どうぞ。ムーザースーちゃんのサントンイチャントンザオさん。サントンスーちゃんに来てます。いただきます。絶対美味しいやつや。めっちゃ美味しい。一番ジューシーなとこ行きます。あ、ヤンソンすごい。うまいね。俺も買いに行こうかな。ジューシー。ちょうどいいこの胡椒の。感じと油がうまい。美味しいです。最近ローソンでも始まったらしくて、日本のローソンで台湾式ジーパイ。それでは、いやさすが慣れてるなよ。いきましょう。いただきます。いただきます。どうぞ。先あったかいうちに小籠包いっちゃう。はい、食べます。じゃあ小籠包を食べる。どうぞ。ちょっとちょんちょんってつけて、そのまんま、もう暑いからちょっと気をつけてフーフーしながら。これはもう、うん、いただきます。よかったです。うまい。台湾っぽいもの食べれてよかったです。めっちゃうまい。そう、あ、いいよ、どっちでも。めっちゃうまい。もう一皿。めっちゃうまい。乗っけて食べました。そのまま行きました。このエビちゃん行って、エビちゃんと一緒に行ってほしいんだよね。小籠包の後にガツッとこのエビを肉でまとめて、肉とエビを一緒に、そう、それその食べ方やばいよ。やばそう。見たからにビジュアル的に美味しそうだよな。食べてください。俺の職業一応グルメ YouTuber だからさ。美味しいとこしか紹介してないんだよね。もちろんガイドブックには載っておりません。これを載ってて、うん、がっつり行ってください。ちょっと汁もいきます。うん、すごい。よし、タイパン。うまい。はい、はい、はい。そしてこのスープを飲んでください。ピーナッツスープです。フルコースきます。コンビネーションやばいっすか。めっちゃうまい。あと麺も入ってるんじゃなかったっけ。麺入ってるかな。麺は入ってない。あー、ミーフェン、あれか、麺というかあれか、粉みたいなやつか。サンラーフェンか。サンラーフェン、マロニーちゃん。あ、なるほど。気をつけて、白シャツ。すげえ。マジの変装。確かに、いろんなうまさがあるよ、ね。あ、もうすごい、食べ終わるタイミングでちゃんと来る。先生、これは、あ、大腸のやつだ。うまい。うまい。何の肉。マジうまいよね。で、この腸いってください、次。じゃあ俺もこれいただこう。これもマロン。うまっ。これは
この部位が大腸を持つ。あ、うまい。ちょっとまあちょっと辛めにした。ちょっと辛め、ちょっと酸味がある。うまいっす。うまっ。谢谢。ボディより高いみたいな。高いよ。iPhone 買えちゃうもん。編集も全部自分でやってる。編集も自分でやってる。すごい。完全ワンオペなんです。ワンオペでしょ。でもまあこっちの方が楽しいってのもあるの。綺麗だね、ここのお魚。